カーテン、ポアロ最後の事件は、1975年に、刊行されたアガサクリシティの長編推理小説。エルキュール・ポアロのデビュー作、スタイルズソーの怪事件の、スタイルズソー舞台に描かれた、ポアロシリーズ最後の事件。本作は、ポアロシリーズの完結を目的として、ミス・マープルシリーズ最終作、スリーピング・マーダーと共に1943年に、執筆され、 死後出版の契約がなされていたものである。しかし、出版社に接つかれる形で1975年に、クリスティが公開の許可を出す。本作が公開された、その翌1976年にクリスティは死去している。友人のエルキュール・ポアロから誘いを受け、再び、スタイルズ層に訪れることになった、アーサー・ヘイスティングズ・大イしかし、歳月は、流れ。 老朽化したスタイルズ層と老いた二人に、かつての古き良き面影は残っていなかった。ポアロは、ヘースティングズに、一見無関係に見える5つの殺人事件を、提示する。これらの殺人事件の裏には、すべてある人物が関わっており、その人物は今、このスタイルズ層に滞在しているという。老いて、なお推理力はいささかも衰えていないというポアロだが、 ヘア氏の自由が効かなくなってしまっていたため、ヘースティングズにその人物 X の情報収集を依頼する。しかし、ポアロは X は誰なのか明かそうとはしなかった。ポアロは犯人を知っていた。しかし、それを明かすことなく死の床につく。残された手がかりは、シェイクスピアのオセロだった。困惑したヘースティングズに、ついにポアロ最後の告白書が届く。 その中でポアロは、ヘースティングズ自身が知らないうちに、犯人の殺人の手伝いをさせられていた事実を告げ、自分が X を倒すために、探偵としての一線を超えてしまったことを告白する。そしてその裁きを自らに下す、とも記していた。アガサ・クリスティ百科事典、須藤康夫、変より、アガサ・クリスティ年譜の1943年を、参照。ありがとうございます。